はい、皆さんこんにちは、キスケです。今回ですね、ドラゴンボールレジェンズ実況始めていくんですけども、今回はね、PVP 回っていこうかなと思うんですけども、今回使っていくパーティーがこちらになります。ちょっとバカにしたでしょ、皆さんみんな鼻で笑ったでしょ、今。え、嘘でしょっつって、このパーティーで回んのって思ったと思うんやけど、このパーティーがね、今の環境ね、すごい刺さってるんですよね。いや、このパーティーじゃなくてもいい、レベル1のクーラーなんて抜いちゃっていいと思うんですけど、こういう構築がすごい今の環境に刺さってる、まあ、理由がですね、サイヤ人がもうベラボーに多いと。 PVP 回っててもほんまに9割型サイヤ人ちゃうかっていうぐらいサイヤ人多いので、この、サイヤ人特攻を持ってるですねキャラクターを、まあ、集めて、青に力を注いだっていう形ですね。はい。で、まあ、フリーザとかいるんですけども、まあ、そういうあの赤色とかいない敵には全然使っていけるし、なんならね、このこれぐらい青色を見せてあげれば、まあ、赤色を出さんかなっていうあの淡い期待をね、まあ、全然出してくれていいんですよ、これ。もちろん。で、チルドが、死んじゃうとスーパーサイヤ人に対して 80% カット味方全体に付与してくれるんですよね。つまり、まあ、今の環境猛威を振るってるゴジータに対してだいぶ強く出れると。まあ、上手い人はゴジータ出してこないとは思うんですけども、そうなったら頑張りましょうという感じですね。はい。ただね、まあ、魔人ベジータとか、悟空ブラックとか、ああいう敵もサイヤ人のタグは持ってるので、まあ、そのサイヤ人特攻を生かして削っていくと。サイヤ人はね、餌として養分として戦っていけば、おのずとランクも上がっていくんじゃないかなっていう気がしますね。はい。ということで、こちらで PVP 回っていくんですけど、よろしければチャンネル登録、高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。さあ、対戦やっていきましょう。やっぱりサイヤ人パーティーですよね。いやー、これゴジータね、出てこないですね。やっぱりこれだけ青見せてるんで、まあ、ゴジータは出てこないと。だからまあ気兼ねなく最終形態フリーザを出していくと。さあ対戦やって、まあ、対戦やっていきましょうと。まあまあまあ出てくるのであれば全然構わないんで。さあ、これは入んないか入んないですね。まあただ有利対面なんで頑張って、ああ、いや、焦る必要はないですね。ここでまあ変えてしまって、まあ、多分ゴジータに変えてきますよね。ただまあこれカバーチェンジ1回使っちゃってるんで、まあ、ここはこれで変えるしかないと。まあまあゴジータはね、正直、まあ、養分としてちょっと考えていこうかなっていう感じなんで、全然焦る必要ないかなと思いますね。これドラゴンボール貯めた方が良かったっていうコメントもちょっと受け付けないようにしようかなと思いますね。はい。いや、これ変えちゃうか。変えちゃうか。通常攻撃、射撃やつ、ライジングラッシュ、ゴジータさんよ、Y の養分になってもらいましょうか。まあ、これ多分必殺アーツでも落ちるんで、まあ、安定取って必殺アーツ選択していきましょうか。まあ、全員サイヤ人特攻。チルドどうやったっけな、ちょっとチルド忘れちゃいましたね。サイヤ人特攻持ってたか持ってないかちょっと忘れちゃったけど、まあまあ全然、おいおい、チルドに変えたいですね。OK。 さあチルドに変えちゃって、こっからもう有利ですからね。さあメインアビリティ発動していく。体力多いから、ああなるほど、体力多いから結構ね、こっちのステータスがガンガン上がってますけど、よう見ますね。あ、やりますね。やるじゃないですかやるじゃないか、やりますね。まあこれチルド落とされてもあまり痛くないんですよね。あまり痛くない。最終形態フリーザが残ってるんで、まあ、これで2人軽い勢いで立ち回っていければ全然大丈夫かなっていう気がしますね。ほい、お、入っていく、ありがたい。じゃあこれ変えてと。 OK。 はい、この火力、この火力ですよ皆さんこれが対サイヤ人特攻を持った男の力ですよ、これ。よいしょー、ほいほい、
よいしょー、究極アーツいきましょうか。死ぬのはサイヤ人てめえだ。よいしょーと、かっけえな、クソかっけえ。まあこれバニシングゲージないんで、まあ、これは受けましょう。ただね、バフがかかったんで、情報修正が入ったんで、フリーザの体力もねだいぶ上がったんで、これは全然いいのかな。多分これね、焦って通常攻撃してくるよね。対戦ありがとうございました。いや強いですね。はい、僕の元で働いてみる気はないか。さあ対戦やっていきましょう。まだしてもサイヤ人パーティーと、まあ、ゴジータいるけど出てこーへんのちゃう多分ね。ではまあこういう感じでいきましょう。さあ対戦やっていくぞ。あ、ほんまに出てこない、ほんまに出てこないですよね。ほんまに出てこない。こういうパーティーを組んでると出てこないんですよね。さあここはちょっとラッキーでしたね。ステコンが外れたって感じかな。ほい。さあサイヤ人特攻射撃があんのかな、このポットフリーザーは。和式便所フリーザーは、あるんで。いやーあーマジか。水落ち、腹に穴が開きましたねこれね。ただフリーなキャラクターもいないんで、このまま行きましょうか。おい、縛ってと。で悟空ブラックちょっと落ちてもらいましょう。ライジングラッシュ、じゃあ特殊アーツで行きましょうか。今さっきね、テレキネシス使ったんで、まあ、特殊アーツは安定ですね安定ですね。チルドのカットインがすごい可愛くて、やっぱ使いたくなっちゃう。さあ避けていく。いやこれ究極アーツまで入るね、これは嬉しい。いきますせー、ドン。はい、でこれね青悟空がいるんで、真っ先にチルドが落ちてくれると、正直あーめっちゃ見るめちゃめちゃ見るやん。これチルド落ちてくれると、青悟空から受けるダメージっていうのが 80% カットされるんですよね。だから絶対勝てると思うんですよなんか不具合がなければ絶対勝てると思うんですよね。はい、で悟空3、スーパーサイヤ人3の気絶していく、全然焦っちゃダメですね。はい、まあスーパーサイヤ人3の悟空も体力少ないんで、まあ、ポットフリーザーだけとかでも全然勝てるかなっていう。ほい、チルド落ちたんでね全然食らわないですよ。はい、まあここはねちょっとあえて負けといて、まあこのチルドのねこう強さをちょっと見てもらおうかなっていう苦しいですかね。はい、見てくださいこれ、ライジングラッシュが 80% カットなんで、とんでもないですよ。どのキャラクターのカバーチェンジよりも強いあれが入ってますね。はい、食らわない食らわない、なんだこの硬さ。じゃあこれはもう詰めていくか。はい、アーツも来ないでしょうし、このままつなげていきます。カチカチやで。多分ねスーパーサイヤ人3じゃないと落としきれないと思うんですけど、こっち最終決闘よう見ますねこの人、すごいうまい思うんですけど、こっちには最終形態フリーザいますから。あ、落ちるんですね。まあ大丈夫ですね。はい、 OK、 バニシング削ったんで、これはこれでいきましょう。お、これは相打ちか。あ、なるほど、ドガバキじゃなくてよかったですね正直ドガバキやと負ける気がして、いやなんでもないですね。はい、いや効かない効かない、見てくださいこの耐久力 80% カットなんで、最後まで残しちゃうとまずいですよね。でこれがゴジータにも働いてくれるんですよね。それが強い。よいしょ、ほいほい。さあこれ必殺アーツで落ちましょうかね。対戦ありがとうございました。チルド強え。僕の元で働いてみる気はないか。さあ対戦やっていきましょう。バトルランク50の方ですね。しかもサイヤ人パーティー、これはもうポイントがうまうまですね。はい、まあ、これでいきましょうか。さあやっていきましょう。やっぱり赤がいないんですよね赤がいないんだよな。さあ通常攻撃キャラチェン、OK、しっかりと息が詰まりましたね俺としたことが息が詰まっちゃいました。これ必殺アーツまでいけますね。じゃあチルドに交代してと。必殺アーツ可愛いんだよなこれが、憎めない。避けていくかわいそうに
かわいそうに。これなんですよね、チルドのこの打撃麻痺がめちゃめちゃ強い。じゃあこれライジングラッシュいきます。おい、多分ね体力少ないんで落ちてくれると思います。しかもサイヤ人特攻もついてるんだ。サイヤ人特攻も、あ、うん、なるほど。それはちょっと苦しいなそれはちょっと苦しいわ。で、相手スーパーサイヤ人いないんで、まあ、チルドを真っ先に落ちる必要もないと思うんで、まあ、ここはこのまま行きましょうか。いやー、この最強のアタッカーとも言える最終形態フリーザーちょっと落とされたらまずいなまあここはね、まあ、僕未来を読む力やるじゃないですかラッキーですねこれラッキーですね、これはラッキー。9分圧まで引いて射撃で牽制してと。 OK、 バーダックはありがたい。おーい、9分圧まで打ち込んでいきます。はい、もうね相手のパーティーは壊滅的なんでね、これはポイントゴチですってしちゃいましょうか。さあ変えてから、お、すごいなメインアビリティのオンパレードやーって感じですね。いやね、最近のねPVP ね、うまい人しかいない全然引っかからない。これ落ちひんでしょ、さすがにチルドさん。どうですか、落ちちゃうこれ。はーい、あ、柔らかいな。とりあえずこれでほいと、よいしょ、 OK。 さあ残りは、もう壊滅的なバーダックなんで、これバニシングで避けて通常打撃入れて、はい、ああ、なるほど。あ、やばいな、これ。あ、これまずいな。テレキネシスやっちゃいましたね。ノリで。OK。対戦ありがとうございました。あ、まだか。あ、まだいたわ。まだいた。OK。これはいけるんじゃない、はい。よいしょ。え、今のおかしくね ?OK。打撃を合わせていく。これ、お前忘れとったやろ。和式便所フリーザーはこれがあるんだぞ。ほいほいほい、 OK、 対戦ありがとうございました。まあ当然の結果ですね。さあ対戦やっていきましょうと思ったんですけども、何やらこれは有名な方ですね有名な方ですね。はい、やっていきましょうか。まあただサイヤ人はいるんで、これは全然サイヤ人の特攻を使ってバシバシと削り切っていこうかなと思いますね。はい、まあただこれチルド出す意味がほぼないので、セルで、第2形態セルで相手をしてやる。あ、OK 危なかった、ちょっと動揺しましたね。有名な方と当たったんで動揺しました通常攻撃か、これありがたいな。じゃあテレキネシスでちょっと硬直してもらって、第2に変えて第2形態セルやっていく。もうね、第2形態セルも、全然弱いわけじゃなくてめちゃめちゃ強いんですよね。しかもサイヤ人の特攻ついてるんで、よいしょ、 OK、 これはありがたい。必殺アーツまで入ってかつライジングラッシュが溜まっていく、よいしょ。ただこいつは通常攻撃で返されて、はい、やっぱまあもうみんなそういうタイプなんやみんなそういうタイプなんやって、ようわからん言葉出ちゃったけど。さあ射撃からの、よし、あ、通常攻撃で切り返していく。射撃アーツからのライジングラッシュ、悟空ブラック落ちてもらおうか。さあ特殊アーツで、まあ、落とせればラッキーかなーっていう感じですね。あ、意外と硬いですね。めちゃめちゃ硬いなこれ落ちひんか、あ、落ちないっぽいな。いや、買った。そして回復していく。結局アーツ持ってきといて、ちょっとアーツが、いろんなアーツが欲しいな。アーツちょうだい。あ、避けちゃった。避けちゃった。これ射撃キャンセルから、あダメだな。単発機弾は？おい。あ、ダメっぽいですね。ちょっとなんか、今の何だったんだ今の何だったんだ、打撃。よく見て。さあ、射撃キャンセルから打撃入れていきましょう。これは負けられないぞ。はい、どうだ、よし、ここは勝っていきましょう。あー、これ究極アーツの方が見栄えがいいんでね、ちょ、究極アーツ選択していきましょう
やっぱ見栄え重視でいきましょうか。はい、さあ最終形態フリーザがね、なかなかねいい感じに働いてくれるんで、これはありがたいぞ。変えてと。さあこの人射撃キャンセルはあまり得意ではないっていう感じか。まあこれ食らいましょうか。うん、エクストリームにやったら全然ライジングラッシュ当ててもらって構わないんで、てかなんならドラゴンボールが手持ちのアーツで揃っちゃってるんで、2発目のライジングラッシュいけそうですね。よいしょ。あ、マジか。よ、あー変えてと。射撃と。おい、ライジングラッシュ。おい、悟空ブラックに、悟空ブラックに2回当ててますがな。どんだけ硬いのこいつ。想像以上に硬いですね。よいしょ。やっぱ悟空ブラック、まあ、ロゼとか出てくるんでしょうけど、結構なぶっ壊れとかになりそうですよね。通常攻撃、ほら固まれ。うい、あ、これはいける。イエス、オッケー。はい、いや、これはでかいぞ。オッケー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 。さあこれはバニシングを回復してと。オッケー。さあ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 削っていくよ。えい、気力貯めてここは変えましょう。はい、よし。ああ、なるほど、やりますね。太陽拳、さすがにダメか。さすがにダメか。さよなら。セルが落ちていく。通常攻撃、避けて避けて、にらめっこしていくが、ちょっとラグかった。 OK、 通常攻撃で落としていく。落とせない。よし、頑張ろう頑張ろう。通常攻撃。さあこれは、いや、なんか予想以上に、あ、ラッキー。予想以上にね、いい勝負なのがちょっと笑っちゃうけど、これは必殺アーツまでちょっと叩き込んでいきましょうか。あ、これ4回目のライジングラッシュいけそうじゃない。うん、避けていく。通常攻撃、変えて固まれ。はい、避けていく目まぐるしいぞ戦いが。ライジングラッシュ。はい、マジか。なるほど。いや、ライジングラッシュから避けられて打撃アーツに派生しようかなと思ったんですけど、アイテム合わせてきましたね。ドーンと。まあ、これは落ちてもらいましょう。さあ、射撃アーツから、射撃キャンセルからの打撃を入力していく。はい。さあ、これ気力貯めて必殺アーツ。はい。どうだ。ドーン。オッケー。あ、食らっちゃったはい、皆さんお疲れ様でした。今回ですね、 PVP 回ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあ、もう物の見事にサイヤ人ばっかでしたよねまあこの収録結構簡単に終わって、まあ、連戦サイヤ人で連勝なんで、全然苦労することなく動画が撮れて、まあ、良かったのかなっていう。で、僕の PS、まあ、プレイングスキル、まあ、知ってる皆さんなら分かる通り、もう全然うまくないですよねうまくないんやけど、サイヤ人に対してこのパーティーで、ここまで食いつけるっていうのはだいぶまあ収穫として大きいんじゃないかなと思います。はい、まあ、やっぱり最終形態フリーザが強化されたっていうのが一番でかいかなと思いますね。はい、ということで、よろしければチャンネル登録高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは、良きドラゴンボールライフを。バイバイ。